雲の糸、芥川龍之介。あるところにお釈迦様が歩いていました。お釈迦様が鍋を確認すると、何気なく鍋を覗いてみました。そこには神田という男がいました。神田が道を歩いていると、神田の目の前に大きなみかんがありました。わお、なんてこったい、大きなみかん落ちてます。神田はみかんが嫌いです。みかんが嫌いだったので、邪魔だったので、道の脇にどかそうとしています。えいえいえい、重いですこのみかん、なんてこった、邪魔です。みかんを道の脇に避け、そのまま歩いてしまいました。それを見ていたお釈迦様、なんていい人間なんだろう、地獄にもこんな人間がいるなんて、助けてあげようと思いました。神田が休憩をしていると、上の方から糸が降りてきます。おう、なんだこの糸、おう、これに登れば上の地上に戻れるかもしれません。その糸を見つけた動物たちが一斉に上がってこようとしています。おい、やめろ、俺の糸だ、俺の糸だ、おう、おう、なんでもくるくる回る、おう、離せみんな、おい。その時でした。お釈迦様は残念そうに糸を切ってしまいました。お釈迦様は残念そうにその場を立ち去りました。なんでみんな登るんだよ。お釈迦様は残念そうにその場を後にしました。